はい、こんにちは。フードクリエイターの大島愛子です。今回は前回に引き続きミンチの味噌炒めを使って可愛らしいお弁当を作っていきたいと思います。ぜひ愛情が伝わるお弁当真似して作ってみてください。それでは作っていきます。そうするとね、綺麗に剥けます。まあ、今回は潰してしまうので綺麗に剥く必要はないですが、はい、熱っ熱い。そしてザルなので、白身と黄身に分けたのを潰します。最近私のお気に入りのこの焼き塩をですね、ちょっとだけ混ぜておきます。こちらにもね、やっぱりお野菜取りたいので人参なんか付け合わせに入れたいですね。でも油と一緒に取らないとビタミン A が腸で吸収されないので、ごま油たっぷり入れます。そしてこれを炒めていきます。最初にご飯を少なめに詰めていきます。平らにしてください。さらにこの上にまた薄くご飯を敷き詰めます。平らにね、してね。ミンチの登場です。先ほど作りましたミンチね、平らに椿を作っていきます。こんな感じね。そしてこの椿に先ほどの、はい、もう一度つまんで、こんな感じにするとちょっとお花っぽいですよね。そして葉っぱです。葉っぱはこう削り取ります。葉っぱの形に削り取ります。そして最後に黄身を真ん中に少しだけ、入れたら椿の出来上がりです。はい、椿のお弁当出来上がりました。ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。でね、余ったきゅうりは彩りのいいパプリカなんかと一緒に、酢につけたりとか、あとお塩かけてね、お野菜取れるように
これはこれでまた付け合わせに楽しんでみてください。ではいただいてみます。絶対美味しいに決まってるもん。それでは最後に、このチャンネルがいいなと思われた方、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。